はい、こんにちは。西アクラ村の山根です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ゆきさんが、僕がね、前回弾き語りで歌った虹をね、絵にしてくれました。じゃん、こちらです。どうですか、この絵を見て皆さん。僕はね、この絵を見てこう感じました。女性がね、雨上がりにふと空を見ると大きな虹が出ていてね、自分の髪の毛もその虹のようになっていって、空へ向かって羽ばたいていくというかね、希望なんかね、感じるような絵でしたね。ゆきさん、本当にありがとうございました。いつもね、僕の歌を使ってくれてね。そう、やっぱりね、歌となんか絵っていうのをなんか自分の中で似てると思うんですよね。歌もやっぱり自分の中で、頭の中でイメージして、それをこうね、自分なりに歌うということで、あの時の思い出であったりね、悲しい思い出、嬉しい思い出、悔しかった思い出とかね、そういうこの思いを歌詞に乗せてこうね、弾き語りなんかするんでね、絵も一緒でね、やっぱりその人のことを考えて描いたり、あの時の思い出とかをね、頭でイメージして描かれると思うんでね、そういうところでこう歌と絵と共通点があるなと僕は思っています。なのでね、ゆきさんがその今やっている歌を絵にするシリーズはね、僕はとっても好きでね、楽しみにしています。なのでゆきさん、これからもね、このシリーズはどんどんやっていってほしいなと思っています。またね、僕は弾き語りなんかをしていきますので、そこでねいいなと思った曲があったら、またね、どんどん使っていって欲しいと思います。いやね、本当にゆきさん、ね、いろんな人とのね、輪がこう広がって、 YouTube ってね、結構楽しいですね。なのでこれからも一緒に頑張っていきましょう。本当に今日はありがとうございました。ではまた会いましょう。バイバイ。